古屋さんととが深くていらっしゃるとそうですね、うん、2017年かなに「はい、えとバディモノ」の映画を一緒にやって、うん、でまあ仲良くなって、はい、でまあなんかこうやって10年ぐらいごとに仕事できたらなんか楽しそうだよねとか言ってたんですけど4年しか経ってなくて2人とも全然変わってねえっていうね。<laughs> あのまあ、金髪になってますけどそれぐらいかなっていう感じなんででもやっぱり安心感あるしあと本当にお世辞抜きにめちゃくちゃかっこいいんですよ今回もなんで皆さんが本当に素晴らしいホームランあの打ってくれたっていうのを鍵本も言ってましたけどあのケンジ君の,、ね、そのこうかっこよさっていうかがより際立ってる作品になってると思うので。 ファンの皆さんも、あのまあ家族に柿本監督のものならばぜひやらせてもらったらって言われたのと洋、まあ、あ介が友人なので彼の,あの判断基準を俺はすごく、えー、好きだし信頼してるという部分もあり、はいえー、主演が洋介だって聞いてやらせてもらいました。 なるほどありがそうです,すねさっき19年ぶりだっていうのを言われてなんか浦島太郎みたいだなと思ったんですけどまあ自分からするとまあ,そん,あ,あそんなに立ってたのかっていう感じででもそう言われれば短い期間の撮影期間だったけど何て言うかなこう座長をやるっていうことの。 その責任だったりとか、楽しさだったりとか、やっぱりその現場を作って、その役を演じるっていう、あのことができる。すいので、その座長っていうポジションが、そこをすごくあ,あ楽しんでたんだなっていうのを改めてあの、思い返してました。ご自身、初の路上ライブだったんですか？未経験だったそうですね。ロックバンドなんで。ん <laughs> はい、あのそのあたり撮影されたご感想いかがでしたか路上ライブのシーンはあー、まあ、こうゲリラ的に撮影もしているのでこう控室があるわけでもなくあの車の中で着替えていわゆるこうギター練習してもうバッていきましょうみたいなシーンだったんですけどで実際に撮ったのは1回だけなんです。 1>, 1番の A からサビまでを1回やったっきりで,で1回やってみようって言ってその駅前にバッて行ってカメラ構えてわってやってで1番のサビ終わったぐらいでもうちょっとムムムなあの空気になってきちゃってあこれやめた方がいいんだなと思ってであじゃあ自分ギターしまいますねってギターしまっててパッて上見たらスタッフ1人もいなかったんですよね。やったたなこれって思いました 逃げられたも。そうですもう一人っきりでギターしまって、上がってきました。うわあ、じゃあ、本当に単身での路上ライブのよあ。もう結果的には単身での路上ライブになりました。<laughs> すごいですね。大変貴重な瞬間だったと思いますけれども。憧れのお二人なので、すごくお会いするの楽しみにしてたんですけど。まあ、残念ながら同じ。 共演シーンがないんですよねなので対面して撮影したことがなくてですねそれちょっと残念だったなと思ったんですけどでもあのまあ始まる前スチール撮影とかで全員集合した後にインタビューとかでご一緒にお話しさせていただいた時にあのこの作品のことだったりだとか自分の役柄のこう思いだったりだとかを聞いてそれで意思統合ができたというか。 みんなで一緒に作っていくっていうことの気持ちの高め合いができた瞬間っていうのを感じてそれであ私の役もうちょっと詰めていこうというふうにすごく思わされまして私そこから2週間ぐらいはずっと心が張って